あるぞ。こんにちは、ゆずこです。それでは今回なんですけれども、SNBC から新サービスオリーブ始まる最大15%還元まで上がる V ポイントのポイントアッププログラムも同時に開始ということで、今回は SNBC、その中でも三井住友カード関連、三井住友銀行の新サービスなど、そちらが発表されたのでお伝えします。結構ですね、強力なサービスとなっておりますので、興味がある方はぜひ最後までご覧になってください。それでは、いってみましょう。 ということで、ね、今回は SNBC3 月より新サービスが出ましたよということで、タイトルの通り、オリーブというサービスが開始しました。で、一番気になるのは絶対ここなんですよ。そもそもそのオリーブって何ぞやっていうのがあると思うんですけども、まあ、これについてはですね、今回発表されたね、プレスリリースを見ながらサービスを一緒に見ていきましょう。個人のお客様向け総合金融サービス、オリーブを2023年3月より提供開始ということでございます。で、そのオリーブが誕生した背景とか目的についてはですね、ここに出てるので、気になる方はプレスリリース読んでいただければと思うんですが、 気になる。その特徴なんですけども。総合金融サービスオリーブは銀行口座カード決済、ファイナンス、オンライン証券、オンライン保険などの機能をアプリ上でシームレスに組み合わせた全く新しいサービスです。三井住友銀行アプリ vpass アプリの双方から各種サービスへのアクセスがなんと可能となりますと、日常的な決済や資産形成、運用などの各種サービスの残高や各種明細をまとめて管理できる総合金融サービスです。これまたすごいんですよ。1枚のカードでキャッシュカードの機能。 とクレジットカードデビットカードポイント払い過去プリペイドカードの機能をアプリで切り替えができる世界初のフレキシブルペイも搭載しこれまでの金融サービスとは全くと異なる未来型の金融体験を幅広いお客様にご提供いたしますまた利便性の向上に止まらず多くの入会特典や利用特典をご用意し今まで以上に便利なお得な金融サービスをご利用いただけますということでもうこの時点で結構ねいい意味で結構バグってるんですよもう結構すごいんですよねこんな こんな感じに左側が三井住友銀行のアプリで右側が VPASS のアプリという感じでこれが双方へのアクセスが可能になるとで次にまたオリーブではあらゆる金融サービスを一つの ID でシームレスにご利用いただけるようにグループ共通の SMBCID というのを導入されるとまずは三井住友銀行アプリ VPASS アプリのどちらにもメールアドレス一つでログインが可能となりまして共通の ID で各アプリをご利用いただけますということですねで次に主な機能ということなんですけども まず今回ピックアップするのこのデジタル講座ですね。オリーブではアプリ上で銀行手続きが完了して、またキャッシュレス決済にも対応した店舗や窓口を持たないデジタル上での視点で講座を開設することができますので、近隣に SNBC の店舗がないお客様にも安心して講座が開設することができます。なお本講座は全国の SNBC の店舗やコールセンター等においてもいつでもお手続きやご相談が可能です。既に SNBC に講座をお持ちのお客様はオリーブの申し込みにより現在利用されている講座で新たな決済サービス機能の追加やさらなる 特典が受け取ることができますよとなので僕も三井住友銀行を使ってるんですけどもまあ、そういった方でも使えますよということですねまた三井住友銀行アプリ VPASS アプリのどちらでもログインできる共通 ID や送金手数料の優遇または急な現金の支払いにも対応できるように ATM 時間外手数料の無料化と 便利で安心、安全なサービスの標準化に加えて選べる特典により、お客様の生活際に適した講座へのカスタマイズが可能ですということで、なんかもう言ってることよくわかんないですよね。めちゃくちゃ便利なんですけども、ちょっと異次元な感じにはちょっと伝わってくるなと。まあすごい良い意味でですよ。で、もう一つ今回のオリーブではこのマルチナンバーレスカードというのが発表されてるんですが、今回はちょっとこの動画ではピックアップをしません。これちょっとね、ピックアップするとかなり動画が長くなるので、今回はこのデジタル講座。まあそれが一体どういったものなのかっていうのをです、ね お伝えできればと思います。また、マルチナンバーレスカードについてはですね、動画でお伝えしますので、そちらをお待ちください。おそらくこの次の動画でアップするかと思います。で、早速ですね、この三井住友銀行のオリーブアカウントというのが結構やばくてですね、特典がたくさん、これまで以上に V ポイントが貯まるということなんですけども、今回の総理、オリーブアカウントっていうのは、以下5つのサービスを全てお申し込みいただけるお客様へお得な工作特典に加えて、各種特典を提供するパッケージサービスですということで、ちょっとこれ画面を少し遠ざけると こんな感じに、お申し込み対象サービスということで、このオリーブのフレキシブルペイというのと、SNBCID、SNBC ダイレクト、残高別、金利型普通預金、または普通預金、そして Web 通帳。これが5つのサービスを全て申し込んでいる方は、お得な口座特典に加えて、各種特典を提供するパッケージ、サービスということなんですけども、まあ、先に言うとですね、これ別の動画で解説はするんですけども、オリーブフレキシブルペイっていうのは、キャッシュカード、デビットカード、クレジットカード、ポイント払いの、まあ、支払いが一体となったオールインワンカードっていう、 感じになっているのでこれ普通に電話で問い合わせたらですねオペレーターさん曰く所定の審査いわゆるクレジット機能が付いているのでどちらにしても審査が必要にはなるので人によってはまあ審査が通る通らないというのはあるみたいでしたなのでオリーブアカウントをまあ使うためにはまず大前提としてこれがもう作成できない限り いくら、三井住友銀行の Web 通帳とか普通預金持ってても、SNBC ダイレクト含めてなんですが、これができない限りは使えないみたいなので、そこだけ注意してください。なのでね、僕も、まあ、サービスが開始したらおそらく作成するだとは思うんですけども、3月以降ですね。ちょっと現時点ではどうなるかちょっと謎ですね。で、そのオリーブアカウントめちゃくちゃすごいんですよ。まあ、こういった主に4つ特徴があるんですが、基本特典と選べる特典、V ポイントサービスと V ポイントのアッププログラムっていうのが今回出てるんですよ。やばいですよね、この時点で。ちょっとすごくて語彙力を見失いつつあるんですが、まず基本特典 としてオリーブアカウントご契約者様全員にご提供、無条件で手数料優待サービスです。ということで、まず一つ目がこの定額自動送金手数料っていうのがまず無料になります。いわゆるあの住信 sbi ネット銀行とかの定額自動振込とか、それにちょっと近いサービスだと思うんですけども元々ですね。三井住友銀行には定額自動送金のサービス、きちんと振り込めっていうサービスがあるんですけども、その手数料が定額自動送金取扱い手数料1回に110円かかるんですよね？まあ、詳しい手数料はこんな感じに出てはいるんですけども。 こういった元々かかる手数料が今回のオリーブアカウントによって手数料が無料になりますよと。次に SNBC ダイレクトの多項宛ての振込手数料。なんとこれも無料になっちゃうんですよ。元々三井住友銀行の多項宛ての振込手数料っていうのが今出てるような多項当てだと3万円未満と3万円以上でまあざっとねこんな感じの振込手数料という感じでまあこれだけかかるということではあるんですがまあ、オリーブアカウントの場合はそれが無料になりますよと。そしてもう一つが投稿本支店 ATM24 時間手数料が無料になりますよということで。 でこちらについてもオリーブアカウントご契約講座での東高本支店 ATM 三菱 UFJ 銀行の店舗外 ATM での時間外手数料がなんと無料になっちゃうとで次に選べる特典ということなんですけどもオリーブアカウントを契約されたお客様に各種特典から毎月自由に選択いただける優待サービスですとこの米印1のところを見るとその特典っていうのは月初3営業日の翌日から月末までに三井住友銀行のアプリから選択ができるみたいですね月末時点で 選選択しししているる特典を翌月月に提供しますすその月内ででででであれば何度でも何度度もも直きるととうことですねちょっとこれ面白い。で、選べる特典については、一度選択したものが翌月以降に自動選択されて、変更する場合については、アプリの画面から再度選択,選択する必要があります。で、一度も特典を選択してない場合は、コンビニ ATM 手数料が無料で自動選択されるので、何かずっと選ばないといけないっていうわけじゃなくて、とりあえず選択しなくてもずっとこれがね、選択された状態になるということですね。で選べる特 取引の状況に応じて1から2個選択が可能ということでございますその選べる特典の特徴,特徴として給与年金受取特典の V ポイント200ポイントとかコンビニ ATM 手数料が無料になったりそして V ポイントアッププログラムがプラス1倍ご利用特典の V ポイント100ポイントっていう感じでね面白いですよねちょっとこの V ポイントアッププログラムについては後ほど触れるんですけどもこのご利用特典の V ポイント100ポイントを見るとですね小目印5のところを見ると選択した月末時点の残高が 1>, 1万円以まあ、場合によっては、この選択した翌月の V ポイントアッププログラムの還元率が1%上がるというのも全然ありだと思うんですけども、条件としたら、この1万円以上入れてるだけで、翌月に100ポイント付与されるっていうのは、普通にね、メインバンクとして利用されてる方からすれば、もうずっとこれでもいいのかなっていうぐらいでも、まあ、気づけばずっとね、100ポイントもらえちゃうシステムだと思うので、 ま、何を選択するのが正解かっていうのはないと思うんですけども、ずっと給与を受け取ってる方はこっちもいいと思いますし、もうコンビニのね、ATM 手数料無料にしたい方はこっちでもいいと思いますしっていう感じで、まあ、それが選択できるっていうのはまたまた面白いサービスですよね。ちなみにその特典選択確認方法として、この三井住友銀行のアプリの中で、アプリログインした後にホーム画面の申し込み代表口座情報を元に表示される、これ下っていうんですかね、下に表示される優待エリアっていうのをタップすると、この赤く囲ってるところですね。そうすることによって、こんな風にメニューが出てくる るので、選択中の得点を確認して、翌月の特典の選択ができます。と、元々コンビニ atm 手数料が無料。これが自動的にね。選択されるみたいなんですけども、先ほどお伝えしたまあ、4つの中からまあ、1つを選択するという感じになるかなと思います。うん、このサービス、結構面白いですね。そして先ほどちらっと出てきた。今回のね。ちょっと僕もおっと思った。サービスのこの v ポイントアッププログラムということでついにね。v ポイントもちょっとすごいですね。こういったサービスが出てきたということなんですが、まずここに出てる情報として対象のサービスの？ご利用 状況にに応して対象ののコンビニ飲食店でのご利用時に最大15%還元ということとででざっくりとこんんな風に出てるんですけどもこの詳しくはこちらというところですね。クリックすると、この V ポイントアッププログラムについて情報が出てきます。対象のサービスを使うほどお得、対象のコンビニ飲食店でなんと最大15%還元という、この時点でえげつないですね。そもそもこの V ポイントアッププログラムっていうのは、SNBC グループの各社サービスのご利用状況によって、対象のコンビニ飲食店でのご利用時に最大プラス5% の V ポイントが還元されるさらに、既存サービスと組み合わせて最大15%まで恩恵を受けることができるということなんですけども、わかりやすい表がこの風に出てますね。もともと通常ポイント200円で1ポイントっていうのがね、三井住友カードを使ったら、まあ基本還元率として V ポイントが付与されるわけなんですけども、次に、今流行りのね、タッチ決済5%還元を合わせることによって、この5%還元。そして、今ね、家族ポイントっていうのがあると思うんですけども、それをね、登録することで最大プラス5%ね、還元率を上げることができます。まあ一人につき1%。 で、今回の発表された V ポイントアッププログラムを利用することによって最大5%還元まで狙うことができるということでございます。まあ気になるその V ポイントアッププログラムのサービス詳細ということなんですが対象サービス一覧でまずはこのオリーブアカウントの選べる特典のプラス1%還元オリーブアカウントの選べる特典で V ポイントアッププログラムをご選択ということなんですけどもこちらについては先ほど紹介したこのページの中にある選べる特典でこの V ポイントアッププログラムをまあ一つ選択 をするそうすることによって1%還元率を上げれるとなのでオリーブアカウント持ってる人であればなのでね実質僕の場合は三井住友カードのタッチ決済ナンバーレスとかのタッチ決済が実質6%還元になるっていうことになるんですよねうん結構やばい次にオリーブアカウントのご契約アプリログインでプラス1パートこれも結構簡単そうですよねオリーブアカウントにご契約の上三井住友銀行アプリは v p a s s アプリへ月1 回以上ログインするだけでたったこれだけでなんと1%上がっちゃうんですよねなのでこの時点でもし僕がオリーブアカウントを作成できたとするとこの時点でこれとこれ選べる特典もし選んだとしたらこれとこれで2%還元率が上がっちゃうと次にここはちょっと厳しいかなと思うんですけども住宅ローンのご契約ということでそれでプラス1%オリーブアカウントにご契約の上住宅ローンのご契約があることこうすることによって1%還元率が上がるまあ、ちょっとこれはですね人に よるかと思います次に SBI 証券。例えば、当月の投資信託の買い付けが1回以上あること。で、ここちゃんと読んでほしいんですが、この米印1のところ。本条件は、SNBCID の登録以外に、別途 SBI 証券の V ポイントサービスの登録が必要ですということで、これは人によってね、あのー、ポンタポイントとか T ポイント、あと D ポイント、そして、まあ、V ポイントを設定されてる方、まあ、いろいろいらっしゃると思うんですが、その中の V ポイントを設定すれば、なんとね、還元率0.5上がるので、これ正直、 僕は今ポンタポイント設定してるんですけども V ポイントにしても良さそうな感じですよね正直これを見るとまだ分かんないですけどねで次に当月の国内株式または米国株式の取引が1回以上あるということでねそれだけでもプラス0.5%上がっちゃうんですよまあ僕はね過去にこちらの動画ね株式投資100万円購入した結果みたいな感じで最近一株からですね株の購入をねちょいちょいしたりしてるのでなので僕自身これはなんかサクッとこれもクリアしちゃいそうですよねでもう一つこちら当月のニーサ積立てニーサ口座の保有資産評価額 が万円以上であるということこれは、う正直 SBI 証券でこれは NISA ーーとかを始めてる方はですね、いいかと思うんですけども、これについては2023年12月31日のカードご利用分までが対象となるということですね。なので、一応期間は決まってるみたいです。まあ、この時点で、ポイントアッププログラムで僕自身ができそうなのは、まだわかんないですけども、もしオリーブアカウントが作れれば、プラス1%、そしてプラスもう1%、で、もし僕が V ポイントに設定すれば、こことここができそうなので、最大でも3%は上げれそう な感じはははしますよね。最、まあ、最低ででもも2%、最高でも3%ぐらいは還元率は上げれそうかなと。ちなみにですね、その V ポイント加算対象店舗として、セイコーマートとかセブンイレブンとかポプラとか、ま、これはね、正直最近出てるお店のそのままの通りですね。で、V ポイントアッププログラムの始め方なんですけども、その V ポイントアッププログラムを利用するには、対象カードをお持ちの上、SMBCID に登録が必要となるということなんですが、気になるその V ポイントアッププログラムの対象カードなんですけども、ここをクリックするとですね、おそらくほとんどの方が見たことあるような三井セミト カードが一覧で出てきます三井住友カード、ビザ、マスターカードみたいな。けど一番ね、最近流行ってるのはここかなと思うんですけども、三井住友カード、ゴールド、ビザ、マスターカードもナンバーレス。そして通常のナンバーレス。あと、プラチナプリファードもありますね。っていう感じで、比較的見たことあるようなカードがですね、まあ対象とはなってるので、それを持ってれば OK ですよと。そしてね、ここにも出てるように、これはちょっと別の動画で解説をするんですけども、オリーブのフリキシブルペイのクリストモードとかデビットモードで決済する。まあこれでもですね、対象のカードということになります。なので、 で、この V ポイントアッププログラムは結構熱いですよね。本当もうメインカードとしてもう使わざるを得ない状態までになってくるのかなっていう風な感じに僕は結構思ってるとこではあります。で、とりあえずね、今、オリーブのデジタル講座についてね、とりあえずお伝えしたので、それについてちょっとまとめると、そのオリーブアカウントってのは5つのサービスを全て申し込んだ人が使えるパッケージサービスということなんですが、これについては対象サービスとして、残高別金利型、普通預金または普通預金、そして SNBC ダイレクト、Web 通帳、SNBC そして、オリーブフレキシブルペイ。これらを申し込んだ人が使えるサービスが、まあ、それ、オリーブアカウントというんですけども、その特徴として、定額自動送金手数料が無料になったりとか、タコアでの振り込み手数料が無料になったり、方向本支店の ATM が24時間手数料無料になったり、で、選べる特典というのもあったりとかして、給与年金受取で200ポイントもらえたり、コンビニ ATM 手数料が1回無料になったり、そして、V ポイントアッププログラムがプラス1%上がったり、そして、利用特典が100ポイントっていう感じで、あとはね、その V ポイントアッププログラムにお伝えし たでもすんなます、まあ、そんなこんなで今回はオリーブについてのデジタル講座にピックアップをしてお伝えさせていただきました。まあ、正直ですね、ちょっと僕も出始めて、理解にちょっとね、苦しんだというよりかは、うん、これってどういうことなんだろうみたいな感じで、プレスリリースとか公式ページを読みながらですね、今探り探りな段階でお伝えしたわけなんですけども、今お伝えした段階でもかなりね、魅力は伝わったのかなというふうに思っているところではあります。で、今回はこの動画ではデジタル講座についてお伝えしたわけなんですけども、 この次の動画で、その先ほど出てきた、そのオリーブのフレキシブルペイについてですね、またそれも公式ページを見ながらですね、お伝えできればと思いますので、ぜひそちらもね、合わせて一緒に見ていただければなと思います。で、今回のね、動画で感じたこととか思ったことを、これはどうなんだろうっていう風にね、気になる部分とか思ったことがあれば、ぜひね、動画の感想とか僕も知りたいところではありますので、ぜひね、遠慮なくコメント欄書いていただければなと思います。ということで、本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました